私たちが目指しているのは反核平和、この1年でだいぶ世の中の様子を変わってきたと思いますが、やっぱりそれにめげずに頑張っていきたいと思います。向こうから吹いてきたの、ここはどこからも遠い場所、私の国だ、明日の世界を探しに行こう。僕は大月町の小さなところでの議員をしていまして、月3万で生活する人が誰によるっていうのは、生活を維持することがなんと困難になっているっていうのは大月町の現状です。宿毛では本当にどんどん進んでますよね。自衛隊基地の誘致とか潜水艦基地の誘致とかって、では生活が苦しいから、軍隊を呼んで、それで産業振興を起こして生活をの足しにしたいっていう人たちが増えてくる。安倍さんのはそれをこう狙ってるんじゃないかなと思います。家庭として秘密保護法を作ってみたりとか、外国に武器を輸出してみたりとか、原発を輸出してみたりとか、各小さな村々はその自分の命の営みを一生懸命しながら、それに反する抵抗をしながら自分の生活を守ろうと努力しているんじゃないかなと思います。そのせめぎ合いに、自分たちの歴史があるんじゃないかなってことを思っているんですね。飛び入りです、明日3.11 メモリアル高知四万十集会というのをやります。明日一日、原発のことで、過ごしたいと思います。皆さんどうか参加よろしくお願いします。ありがとうございました。漂う言葉に頼ってはいけない、移ろう意味に頼ってはいけない、それが始まりさ、それが手がかり。そんな高いもんじゃないですね。はい、これは直流交流変換して。これは直流ですね。直流で。はい、これ直流の。流のはい、っていうと、オムレスが下げて変動になってる。まあ、うん、私思うのはね、元の状態に戻せないものは使わないっていう主張が皆さん必要だと思います。今なんかお話聞いたら、その軍工化をするっていう話がありますね。でもそれが必要なくなった時に元に戻せますか、元の状態に戻せるならそれも一時的にはいいでしょう。でも戻せないならそれはやらないと。ようになっていくという、なんか破裂を防ぐためのなんかガス抜きで、そんなのなんか完全に防御してるわけじゃないんじゃないかというね。それをなんか開くことによって、まあサドンデスななんか突然死からは免れるけど、それが本当に幸せかというか、そんな歌です。もうしたいという思いでいますので、また今回新たに何人か